会場はお嬢様初登場です。全員盛大な拍手。と花じてめえよ。昨夜、一旦お下がり。失礼いたしました。はい、今日は主チャンネル世界のコウマ館から参上、プニレミリアよ。待ってましたー。現在、東方アルカディアレコードリリース後初の夏イベント開催中。ゆゆこ様だーってことで、ちょこっとここの会話見て本題行くわ。いいなー、幻想郷花火大会とか絶対素敵やん、最高やん。今年の準備担当がゆゆこ様たちってわけで。ヨウムにそのお願いをしているのね。どうしたヨウム？え？本番今日の夜だと？いや、準備間に合うわけか。おいゆこー、どんだけマイペースだー。とまあこんな感じで始まったイベントはまた別で楽しむとして。はい、私が来た理由はこれ。ヨウムと一緒に私もピピクアップできたー。これは必死かねえっしょ。ってことでレミリア引くまでガチャ終われません企画しようと思い。今回来ていただいたわけだぜ。今レミリアを見ながら書いてるぞ。主、あんたそれ私書いてるの？え、そりゃ当然レミリアピックアップガチャでレミリア狙いなんだからそうでしょう。しまった。レミリアは主が白の幼稚園年中3レベルの画力知らんかった。相変わらずのひどさ。主さん動画終わったらぜひコウマ館にいらしてくださいね。お、パーティーの招待か？絶対一芸は。おうし、こんなもんかな。できたぜレミリアタン。私だ私だー。あ、ごめんごめん、牙、吸血鬼なのに牙忘れてた。そういう問題じゃねえんだよ。さあこの絵で挑む最初の10連どうなる？ちなみにピックアップレミリア、10連での排出率は 1.5% よ。てまさかの光ったマジか、まあでも星さんはたくさんいるからな、勝負はこの先だが。もちろんマリサでも大勝利。ってはい星さん。うそーん、なのでー。名乗る必要もないと思うけど。レミリアスカーレットよ。夜なら、私に並ぶ奴はいないわ。はい、楽しのエタワーのおかげー。覚えておきなさい。それは絶対絶対違うと思います。でもまさかの、10連一発目で来てしまったマジかやばい。そしてまた初ゲット。普通の人間だ。老いることも、死ぬこともないところを除いてな。レミリア、声には出してないがわかるわ気持ち。まあでも10連で出たってことは非常に喜ばしい事実ですわね。あ、それは間違いない。よかった出るまでとは言いつつ、ユッチさん5人とか超えたらどうしよう思ってたから。ってことでラッキーレミリアピックアップガチャは紙引き。これでヨウムも狙えるぜってことでまた次の動画を楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。